で勝負します。まずはその一発目から。三塁を追われた中畑の青春。思い込んだ試練の道を。中畑は悲しかった。いくら首脳陣からの命令とはいえ、心の中で本音を叫んでいた。腹が憎い、腹が憎い、三塁を返してくれ。こんな中畑を見て原はシビアな目で言った。だって中畑、あなたは本当に守備が下手だ。中畑は悔しかった。しかし返す言葉がなかった。その通りだったからだ。中畑さん、同じ三塁を守る者としてこんなことを言っちゃなんだが、顔だって僕の方がいい。この言葉を聞いた時、中畑は自信を持って言えることがあった。掛布よりマシだぜ。二人は苗が立った。中畑はこのエリート選手原の心を傷つけるため言葉を探していた。そしていい言葉を見つけた。なんだ原、お前の出た学校スポーツ優待学校東海大じゃないか。しかし頭の回転も原の方が早かった。中畑さん、あなたは先端道の出た駒沢大学だ。中畑は焦った。自分に合って原にないものを探した。そしてやっとのことで見つけた。忘れていたぜ、俺はバカになりきることができる。原はぎょっとした。確かにバカになりきった時の怖さを原が一番よく知っていた。辰徳、何ですか。優等生のお前にこんなことができるか。どんなことですか。中畑はベロビーチキャンプの打ち上げにあったニワトリのモノマネを披露した。中畑さん、それがあなたの芸ですか。そうだ、原は大学時代柔道の山下から習ったゴリラを披露した。俺より面白い。中畑はまだ原に照れがあると思いもう一度やってみた。原も負けずにやった。完全にバカになりきって。この事件以来二人の立場は逆転し、5年の歳月が流れていった。原は着々と実力付け、ミスタージャイアンツと呼ばれていた。一方中畑は野球に自信をなくし、現在ミスタードーナツで働いている。青春なんて、青春なんていい加減なもの、誰かのコピーを演じてるだけ。森進一、傷だらけの青春。北の町ではもう森進一は悩んでいた。自分の独立によってこれほどまでに仕事が減るとは思ってもみなかった。レイコ、今日のお前の仕事は何だ。私の仕事は10時から日曜東芝劇場の本番でしょ。それから8月から始まる芸術の立ち役、そして最後に新しい番組の写真撮りなの。新一さんは鹿児島。鹿児島で何するの。森進一賞。すごいじゃないの。伴奏がいいんだ。伴奏は誰なの。横森良三。アコーディオン1本で歌うなんて新一さんすごいじゃないの。あなたはスターなのよ。レイコ、苦労かけるな。森進一の仕事は鹿児島での講演会のステージだけになっていた。そして今日も鹿児島へ出かけるのであった。進一さん、下着が3枚入れとくから毎日履き替えてね。それから夜寝る前には寝冷えしないように腹巻きだって入れてきますからね。レイコ、ありがとう。僕はどんなに苦しくったってお前のことだけはいっぱいいっぱい愛するからな。今のままでいい。少し愛して、長い愛して。さあレイコ、鹿児島に行くぞ。はい、じゃあ塾作ってよってね。はい。それから進一さん、夜寝る前にはちゃんと電話してね。はい、レイコさん行ってきます。いらっしゃい。あ、進一さん、それからサントリーレッド、セーターにくるんでおきましたから。いい女だな。そして5年の歳月が流れた。そんな2人に明るい出来事があった。待望の赤ちゃんが生まれたのだった。よしよしよし、進一さん、ほら私たちの子供よ。ほら、この人があなたのお父さんよ。こんばんは、森進一です。こんな森進一を見て大原玲子は心の中でつぶやいていた。この人には本当に明るさがないわ。森進一は森進一で自分の欠点を知っていた。僕はボキャブラリーに乏しすぎる。こんな二人を支えているのは恩師チャーリー石黒でもなく、作曲家猪俣公章でもなく、テレビのあるコマーシャルだった。巨人軍の王です。長な同様森の歌もよろしく。青春なんて、青春なんていい加減なもの、
誰かの呼びを演じてるだけ。アリスの青春早いもので最後の曲になっちゃいました。この曲で皆さんと一つになれたらなって、そんな気持ち悪いことさあみんな勇気を出して僕たちと一緒に歌ってください。美しき参加今僕たちは一人じゃ一人じゃない。ない心と心が一つになった。心と心が一つになった。だからハーレーハージャストワン。さあ皆さんもご一緒に。だからハーレーハージャストワン。恥ずかしがらないで。だからハーレーハージャストワン。照れくさいのは僕たちも一緒だ。だからハーレーハージャストワン。ありがとう、どうもありがとう。本当に頑張れ。今日のステージ楽しかった。今日のお客さんやめよう。今会場は一つになった。一つになった。この会場が舞踏会になったんだ。そうだ。さあ鏡、この1万人の観衆にお前のあのバカ笑いを見せてやるんだ。やればできるじゃないか。やれば。提案。今なんて言った？提案だ。提案。そうか、俺は提案だったのか。そうだ。ということはお前はハゲか。そういうことになるな。ベア、ハゲの前に飛び込んでくるんだ。ハゲ、ハゲ、ジャスワン。さあ、一番に向かって最後のお別れの挨拶をするんだ。そうだ。どうもありがとう。本当にどうもありがとう。アリスはまたみんなの前に帰ってきます。その時ドラムの金ちゃんはいないかもしれない。でもありがとう。ありがとう。さよなら。この二人の美しい青春、美しい友情、そして臭い演技、これが青春なんです。みんな本当に最後だ。この歌をみんなで歌うんだ。だからハーテハーチャスティだからハーテハーマスカバイルだ。だからハーテハーチャスティだからハーテハーチャスティ。ありがとう。スミレの花咲く頃、スミレの花咲く頃、スミレの花、スミレの花。ありがとうございました。一発目で終了した。ありがとうございました。美少女諸君へ、化粧水みたいに爽やかなエクボミルキーフレッシュ新発売。